ゴンミシはるか、ことね、私たちはチェゴです。イエイ。はい、ということで今日はなんと2人で解説やっていきたいと思います。イエーイ。で、解説する曲はせーの、じゃんのサビの振りを解説していきたいと思います。はい。でですね、本家とは異なることがあると思うんですが、そこはご了承ください。ご了承ください。それではみんな、いくぜ、レッツゴー。はい、それではサビの解説やっていきたいと思います。この動画はミラーになっておりますので、そのまま覚えてください。それでは行ってみよう。まず5、6、7、8で目の横にこの手のマーク、手のポーズをしてください。目の横にこれを置いて、はい、5、6、7、8で1、2でジャンプします。1、2です。はい、では下、胸の前、下、胸の前です。で、ジャンプ、ジャンプ、右、左にジャンプしていきます。5、6、7、8、1、2。はい、そしたら、3 and 4っていうカウントになります。3 and 4で、右にこう足を開くんですけど、この時に手がつきます。手だけやると、3 and 4です。はい。右、左、右です。で、これに腰の動きがあるんですけど、まず1歩目、右に出す時に右、腰が右で左、右出した時に右で、このまま左、右です。一緒にやると1、2、3、4です。はい。で、4の時にちょっとこの左足をクイッと、膝を左に向けてください。そしたら3 and 4やりました。5でこっちが前だとしたら前かがみになります。で、その時に前かがみになった時にこのバツのポーズします。これは多分左手前、右手前どっちでも大丈夫だと思います。はい、3 and 4来たら5で前です。そしたら6で両手を上です。万歳します。で、7で両手右です。はい、左手は肘を曲げて、右手はしっかり伸ばしてください。で、この時にまたさっきのやつ、クリーンのやつと同じ、左の膝だけ左向いて、体重は右に乗ります。このポーズします。5 6 7で、次のカウントが7-8っていうカウントなんですけど、足のステップが入ります。先に足だけやると7-8です。はい、二度足って感じです。この形になったら左足を右足が置いてある場所にトンってやります。そうしたら右足つく時にさっきと同じポーズ、これを続けてやると、セブンエイです。で、手はセブンエイです。右、左、右です。一緒にやると、セブンエイです。じゃあちょっと、こっから行ってみましょう。5、6、セブン、エイ。ワン、ツー、スリー、アン、フォー、ファイブ。6 7 8です。7 8やったら次また2ステップが入ります。さっきのこれとこれの逆バージョン、左バージョンです。この形になってます。そしたら、左足が置いてある場所に右足を置く。で、今度は左足つく時にまた右に体重乗っけて、左膝は左です。ここからトントンっていう感じです。で、手はまたさっきと一緒でこうなってるので左右になります。ここからトントンっていう形です。はい、5からいってみましょう。5 6 7 8ダラです。はい、
ダラダラダラっていう音です。1回目のダラは、5、6、7、8ダラです。で、2回目はまたさっきと同じなんですけど、上にバンザイしてから今度は左です。で、この時さっきと違うのは今度は右足の膝が右向いてて、体重が左に乗ってます。そしたら次の最後の3つ目のダラは、このまま入れ替える、はい、入れ替えて足閉じる X です。5、6、7、8ダラダラダ、はい、ダで入れ替える、ダラで X で移動です。はい、そしたらここからやっていきたいと思います。5、6、7、8ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイダラダラトントン、イドウです。そしたら次行ってみましょう。移動したらワンで左足広げますと同時に膝を曲げますと同時に体をちょっとこう左体重なので左体重で体をちょっとこう反る感じで、手はパーって広げます。同時にやるとワンです、はい、で次ワン、エンツーっていうカウントです。エンツーはステップだけやるとワン、エンツーです、はい、でまたダウンして、今度は右体重の右反りです、はい、もう一回やります。せーの、エン、ワン、エン、ツー、はい、で、ツー、スリー、2回ダウンします。その時に手もつきます。手がツー、スリーです。右手、左手出します。ワンからやるとワン、エン、ツー、エン、スリー、はい、で、次、エン、フォーで、足を閉じますと同時に、手がつきます。手は手首と手首を重ねて、上にします。で、手のひらが内側に来るように重ねてください。はい、で、円でこの形です。で、この時ちょっと軽く膝を曲げてください。ワン、ツー、スリー、円、円はこんな感じです。はい、で、フォーで膝を伸ばすと同時にこの手のひらを手首が内側になっているのでそれを閉じる、はい、このまま閉じます。 and 4 です、はい、で、5、6、7で手が5、こっから右手を上げる、で、左手は下、5、6でこの形のまま頭の上でちょんちょんってやります。2回ちょんちょんってやります。5、6、7、はい、7で今度はさっきのこれと反対ですね。左手が上、右手が下で止まる。5、6、7っていう感じです。で、この時に腰がついてきます。1サビと2サビとではその場所によってもその腰の動きが変わるので、とりあえず1サビの動きだけやります。で、4で、5で腰、右腰が上に上がります。こう足背伸びとかしてもいいので上げます。5で、6で戻すです。次7でダウンします。はい、膝を曲げます。で、ちょっと腰が左にやります。5、6、7っていう感じです。手と一緒にやると and 4 5、6、7っていう感じです。で、8で戻す、そんな感じです。じゃあちょっと最初からやってみましょう。5、6、7、8 1 and 2 3 and 4 5、6、7、8です。そしたらタンタン
っていう音がまた3つあります。で1個目のタンタンは、回るんですけど、体こう時計回りに1回転させます。でその時に手がこう手首をクイッてしたまんま胸の前にやってください。こう女の子みたいな感じで、足は閉じたまんまトントントンって回ります。セーブエイトントントン、はい、そんな感じです。2個目のターランは広げる、はい、このままパッて広げます。で手こう広げないでしっかり肘を曲げたままこう開きます。足はパッて開くだけ、手はこの形です。肘曲げて手首こう、でターランっていう音なのでターランです。はい、左足をクイッと砂を蹴る感じで蹴って、頭はちょっと右にやります。こういう感じです。はい、で体はちょっとここの右の脇腹を締めるイメージでトン、はい、でそれと同時に軽く右手をちょっとこうインで左手はアウト、こういう感じでやってください。同時にやるとこんな感じです。ターランで3回目のターランはこのままちょっとこう斜め右の方にこう体をやって、ちょっとこうダウンして背中はこうちょっと反る感じでこう曲げます。の時に手が上から右頬になぞるシュンって感じです。こう来たらシュンっていう感じ、はい、で移動うです。はい、ターランからやってみましょう。5 6 7 8ターラン、ターラン、ターラン、移動うです。これでサビの前半は終わりです。はい、それでは最初のこっからサビの前半の最後までやっていきましょう。ゆっくりやります。5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 タラタラタラ移動う。はい、1 and 2 3 and 4 5 6 7 8タランタランタラン移動うです。はい、それでは少し早いカウントでやっていきましょう。5 6 7 8 1 2 3 and 4 5 6 7 8タラタラタラ移動。1 and 2 3 and 4 5 6 7 8タラタラタラ移動うです。それでは後半やっていきましょう。はるかちゃんお願いします。はい、ということで後半の動きもやっていきましょう。まず最初に手のひらを前にしてこういう形にします。そしたら前に出してどん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 っていきます。前にどん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 、はい、でその時に首も上向きます。どん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 と、で一回出したら右足からドン、右左右左で移動します。はい、もう一回ファイシッせーのドン、右左右左、そしたら手が右左で、この時に右に見る、左に見ると思いきや正面です。はい、もう一回ファイシッせーのズンチャ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 ドンドン、そしたら1を作って右足を踏んでバンって出します。でこの時に首もちょっとうなずくイメージでバンってやると迫力が出るので、足と手と首を意識してやってみてください。はい、これがチッチやったらせーのバン、そしたら左足出して下からドン、この時に左に体重をちょっと乗せます。そしたら左右で戻します。これは手が左手を下ろす、右手を下ろすときに左足を揃える。はい、もう一回いくとゆっくり頭からいきます。せーのドン、右左右左右前1左トントン、
そしたら次が手の動きだけ先に行くんですけど、手が左手を耳の後ろらへん、右手は前に出します。はい、こういう感じです。そしたら1、2、反対も1、2で、肩は大げさに言うと右肩を下ろす下ろす左っていう感じです。そうで、これが手つけてると左右です。で、足と一緒にやるとかずんずんたら右足から右右左左、その時に腰もアップ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 です。で、一緒にやるとせーの、右左、もう一回最初からいきます。せーの、ずんちゃ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 、右前1かー、どんどん左右、はい、手が左右、足は右左です。それで次進みますと、首を左から回します。で、その時に足をこう広げてやります。で、一緒にやるとせーの、ずーん、うん、はい。で、こう戻ってくる時にちょっと膝を戻しておいて、手だけやると右手からグーン、グーン、カ、カです。あの、グーを作って八の字を書く感じで、ズーン、ズーン、うん、前、アウ、はい、感じです。で、これがズーンやったらドーンでやるんですけど、その時に胸をちょっとこう、胸も八の字、こういう感じを意識して、手と一緒にやるとドーン、ドーン、カ、カで、この時にちょっとインします。で、その時に首をちょっと右に傾けます。はい。で、手と胸だけでやろうとするというよりかは、左に一回重心を乗って右に乗ると大きくな動きが出ると思うので、一回左に乗って右ズンカカってやってください。はい、じゃあジャンプからゆっくりめにいきます。せーの、ワン、ツー、スリー、左右ズンカカ、はい、もう一回早めにいきたいと思います。せーの、ズンカズンズンズンカカ。そしたら足がこのまま左足から左を地面に足つけて右足上げます。で、反対、反対、なんかちょっとこういう走り方を意識して、カーやったら左から1、2、3、3回やります。で、こうやったら足がせーの、左右左で、その時に首もちょっとタンタンタンっていう感じでやってください。で、一緒にやるとせーの、タンタンタン、はい。そしたらこっから胸の前に手を置いてドーンって手を出します。左手をこのままズン、一回当てるイメージで、当てたと思いきやこう左手を大きく下に回します。はい、もう一回いくとズンズンかいきます。せーの、ズンズン、うん、かか、左右左、ズーンってやったら体を倒します。首が下に来た瞬間、首をボンって回します。はい、で、体は右から左にこういうイメージで起き上がってください。で、ボンってやったら首をズンって回してこっちに上がってきます。首だけいくと下からこうやって回すイメージです。こうボンって回してください。下からこういう感じです。はい、もう一回いくと、ここからせーの、チャチャチャ、ボーン、ズン、カ、やったら左足から左右です。で、その時に手がズン、カ、カ、カです。一回クロス、カ、カ、カで、その時に足と一緒にやるとズン、ズン、カ、カで、この時に肩が入ります。これが一回肩を前に、左前に出してツン、カッカッカッ、はい、右左右です。これが足が左的に肩をちょっと前に出してカッツンツンカです。肩が左右カッカッカ、じ
ゃあ一緒に手と足と肩を一緒にやってみましょう。いきます、せーの、ドンカチッチッチ。やったらさっきのこれをやります。ワンツーカッカ。今度は足を揃えないで左の体重のままチッチ。はい、じゃあここからいきましょう。せーの、ズンカッカッカ、ドズンカ、右左チャチャチャ、ズンカドンドン。はい、そしたら最後までいきますね。たったいったら今度は左の反対バージョンをやります。ズンズンで、その時にカーチッチやったら右足出してズンカズンカです。この時は右左肩戻すです。で、この振りは終わりになります。それでは頭からゆっくりいきたいと思います。5、6、せーの、ズンチャ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 、ドンドン、ズンズー、タン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 、せーの、ズン左、ドンドンドン、カッカッチッチッチ、ドン、スリー、フォー、ファイブ、シック、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シック、セブン、エイト。それでは少し早めのテンポでいってみたいと思います。ファイブ、シック、せーの、ツン、タタタタ、チッチ、ボン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シック、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シック、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、タン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 、ツンカチチ、ボンボン、ツンツンです。では最後に音の速さで琴音のパートからいってみましょう。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が役に立ったなと思う方はグッドボタン、そしてもっと解説やってほしいよっていう人もグッドボタンお願いします。はい、他にもいろんな、TWICE さんとか BTS さんとかいろいろ解説しているのでよかったらたくさん見てください。そしてダンスカバーも私たちやってるのでぜひ見てください。ということで以上、チェゴでした。バイバーイ。